皆さんおはようございます。時刻は6時30分を回っています。引き続きウェザーニュースライブモーニングのお時間です。担当は小林理恵奈です。よろしくお願いいたします。はい、先ほどは T さんのベイビーアイラブユーお聞きいただきました。その一曲とともにお送りしていたのが昨日行われました鹿嶋市の花火大会です。水中花火が、ね、見どころということだったんですけれども、なんと美しい月明かりもいいですね。だんだんとこう丸になってきてるお月様と、すごいこんな鳥居がそびえていたんですね。うわすごい。これスタッフさんどうやって撮ってたんですかね。もう水中スレスレってことですか。水ねえ、こう煽って撮ってたのかな。なんと美しい。やっぱ 4K って素晴らしいんですよね。わあ綺麗だな。どの瞬間を切り取っても素晴らしいです。お天気もバッチリでしたし、これがね、そうそう、水中花火半円になるってすごい。これはもうこの花火大会でしか味わえない美しさですよね。すごいな。これ見上げる花火だけが美しいんじゃないんですね。もうこれってこのなんかこう打ち上げられてからこういう動きするやつあるじゃないですか。あれってなんか最近になって出始めた気がしません？なんか全然、あ、そう、これこれすごいんだよ。なんかこううわー、あれあれあれって光がこう戻るというか、なんかこうプーン、なんかこう不規則な動き方をするのが、そうそうそう、すごく面白くて美しい。そうそう、シュンシュンシュンってなるやつ、あれすごいですよね。どういう技術力でそれを叶えているのか素晴らしいです。こちら大迫力の花火大会アーカイブにも残っていますので、よかったら映像をまた楽しんでみてください。そしてここからは お衣装の紹介です。油断してました。はい、今日も素敵な衣装の方をスタイリストさんに準備いただいています。ちょっと迷いましょうね。OK。 今日はワンピースリゼクシーさんです。秋らしいブラウンのチェックがポイントです。こういった形でとっても秋、すごく秋らしいです。本当にこれで、あ、でもなんか読書とかコーヒーを飲んでやりしたいですね。とっても可愛い、とってもキュートです。俺たちのワンピースみんなのものだったんですか。本当俺たちのだったの。あ、ありがとうございます。今あの映像でご覧いただいているよりも実際かなり私髪色明るいんですけど、ブラウンカラーでとても秋らしくてバッチリ秋ときめいてますね。うん、深いカラーのチェックってなかなかその私生活で取り入れたことがないんですけれども、なんか本当に簡単にね秋らしさが演出できて素晴らしくキュートです。そして今日はアクセサリーも2つブランドさんに協力いただいていまして、まずイヤリングがキュイキュイさん、キュイ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 さんです。真ん中にあるブランドロゴの会社さんになるんですが、見えるかい？こんな感じで不思議な形なんです。サークルっぽい揺れるデザインになってまして、マットっぽいゴールドが秋らしい感じにぴったりです。片っぽもこんな感じになっております。はい、そしてネックレスも今回、協力いただいているブランドさん、お世話屋さんでございます。はい、一粒ゴールド、こちらもポイントになっていてとっても可愛いです。いやなんか後ろに花火も見えていて
綺麗ですね。いやこうやっていろんなブランドさんに協力していただいて番組内でも紹介できてとっても嬉しいです。先日はね、また別のブランドさんともコラボでね、お写真サイトに出していただいたこともあったんですけれども、みんなで秋ファッションもどんどん楽しんでいければ嬉しいなと思います。今日はでも私のような半袖でもね、日中帯過ごしやすいところが多くなるんじゃないかななんて思っていますので、この服装でもし出かけるのであれば上着、ジャケットぐらいあってもいいかもしれないですね。脱ぎ着もしやすく邪魔にならないような羽織るものがあると今日も活躍しそうです。今日は気温がね上がりますので、体感も注目ということですので、よかったらこう体感感じ方であったりとか、服装はどれぐらいでちょうどいい、寒い暑いといったところも、よかったらリポートでコメントしてみてください。